皆様、おはようございます。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。3月8日、水曜日もウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。それで、なんと、今回は時間外の特別版よ。ジンボルトは、米消費者物価指数の発表まで静かな動きだと思ったら、いきなり20ウォンほど落ちたわ。一体何があったのか。まずは、ニュースの概要を読むわね。記事のタイトルを読むわよ。パウエル議長、ピーク金利上昇をした。必要なら、利上げ加速の用意。パウエル米連邦準備制度理事会 FRB 議長は、米国の金融政策金利を引き上げる意向を示した。彼は、最新の経済データが、従来の想定を上回る可能性が高いことを示唆し、必要であれば、利上げペースを加速させる用意があると述べた。議長の発言は、今月の連邦公開市場委員会、FOMC 会合で、0.5 ポイントの利上げを行う可能性を示している。市場は、次回の FOMC 会合での利上げについて、強い期待を持っており、ピーク金利も 5.6% 弱に上昇している。証言内容が伝わると、金融市場では短期債利回りが急上昇し、株式相場が下落、ドルは上値を伸ばした。ブルームバーグエコノミクスのエコノミスト、ハナ・ボン氏とスチュアート・ポール氏は、パウエル議長及び、他の FOMC メンバーらが予想する政策金利軌道をたどるドットは、今や従来想定より高い水準にシフトし、より長く維持されることになるだろうと分析した。金利予測。パウエル議長は、この日、3月の FOMC 会合時に示す最新のドットプロット金利予測分布図では、予測が上方修正される可能性が高いと明言。また、データで正当化されれば、FOMC は次回会合でより大きな利上げ幅に戻す用意があるだろうと述べた。パウエル議長は証言で、インフレはここ数ヶ月に減速してきたものの、2% に戻すための道のりは長く、起伏の激しいものになる公算が大きいと指摘。より広い視野で見ると、インフレは昨年半ば以降に幾分鈍化してきたが、FOMC の長期目標である 2% を依然として大きく上回っていると述べた。議員からの質問に対して、パウエル氏は、次回 FOMC 会合の前には、分析すべき非常に重要なデータが、あともう2つ3つ公表されるとも発言した。概要はこんな感じね。つまり、アメリカのインフレは、どうやら、想定外の事態に陥ったことね。韓国さん、強く生きてね。では、ここからウォンニャス速報を書いていくわよ。では、タイトルを読むわよ。韓国証券市場ウォンニャス速報、パウエル議長の発言で、0.25% の利上げシナリオ崩れて、まさかの 0.5% か。予想以上のインフレ高止まり懸念で、ウォンが急降下。では、記事の突っ込みを書くわよ。皆さん、おはようございます。ウォンニャス速報の特別版を作るのは、随分、久しぶりな気がしないでもないが、ウォンが急変して、この先、1400ウォンコースになる可能性が出てきたなら作るしかないだろう。すでにニュースで解説した通り、パウエル議長の発言で、3月の FOMC の利上げ 0.5% が示唆された。しかも、ピーク金利がさらに跳ね上がる可能性まである。最初に確認しておくが、昨日の終わり値は1299ウォンで、ギリギリでソロウォン離脱したところだった。それでは、時間外のチャートをどうぞ。いつものように録画したチャートを貼るわよ。まず、見てほしいのは時間外の24時だ。昨日、1299ウォンで終わったのに、時間外で5ウォンほど下げていた。だから、ジンボルトも、明日の本編を作成しながら、気にはしていたのだ。そして、ここからウォンは急降下だ。そう。まさに、これは禁断兵器、ソーラーシステムだ。決して撃ってはいけない。まばゆい光が、ソロウォンを包み込んでいく。
この兵器で、ソロゴンは、再び焼かれたことになる。それがたった一人の発言、FRB のパウエル議長から発せられた言葉だったことは言うまでもない。しかし、その言葉が、世界中に衝撃を与えたのは事実だ。ウォンは、瞬く間に光と共に落ちていく。15分後、1310ウォンを突破した。これがまさに第1弾ロケットだ。だが、ロケットは、速度を上げるために、第2弾、第3弾と用意されているものだ。さらに、1時30分頃に1315ウォンを突破。第2弾ロケットも絶好調だ。そのまま、次々とソロウォン防衛線を突破していく。その様子に、愛犬のジョニーも久しぶりに吠えた。一体どこまで下がるんだ。そして、第3弾ロケットで、1319ウォンまで急降下だ。つまり、この時点で、1299ウォンの終値から、20ウォンも落ちた。それは特別版が必要だと。つまり、市場は 0.5% 利上げなら、ウォンの価値は1320付近だと見ていることになる。来週に米 CPI 発表前に、いきなりウォン祭りを始めるとか。本当。パウエルさんは、ウォンウォッチャーを寝かせないつもりか。それで、朝の6時過ぎには1317ウォンとなっている。見事な急落ぶりに思わず手を叩きたいところだ。一気に1320ウォン付近まで落ちたということは、1320ウォンでミネバ様の脱出イベントである。ついでに、次回のイベントの数値も述べておくと。1330で、注意がハンバーガーを食べる。1350ウォンでウォンザム出撃だ。1380ウォンでウォンザム撃破。1380からテキサス攻防戦となる。だから、今の1317は、ソロウォン攻防戦の序盤ということだ。あと、当然、ドル円も落ちてるので、少しだけ見ておこう。ドル円チャートも、ウォンと同じ動きだ。24時に 136.20 に立ったが、そこから、一気に137円まで落ちた。朝の7時まで137円付近で推移していると。それで、当然、今日の韓国市場は注目よ。韓銀が、必死に1300に戻そうとすると思うけど、いきなり20ウォンほど落ちてスタートするのだから、そう簡単にはいかないわ。もちろん、夜にもウォン安速報を作成するので、期待してて。それではご視聴ありがとうございます。今日のウォン安速報をお楽しみにね。そうそう。チャンネル登録もよろしく。ニャス姫、お姉さんとの約束よ。それでは次回。バイバイ。